マリーナは少しためらいながら質問を交わすように目をフロントガラスの方へ向ける。うん、私はやるって決めたから。ならいいのよ。私は車を運転しながら先を見る。日が沈み、夕暮れの青い色合いが混じっていく。私はアクセルを踏む。マリーナはこっちを向いて微笑む。さあ、行こうか。太陽は沈んでから長い間暗闇に道を譲っている。車のヘッドライトだけが道を照らし、周りの小さな岩層に影を作る。私は古いテープと新しいテープを交互に変える。新しいテープを聞いたら古いテープを入れ、その逆も同様に繰り返す。マリーナは文句を言わず、ずっと私の隣に座っていて、音の外れた小さな鼻歌を歌っていた。彼女は物事をそのまま受け止めるタイプらしい。車が盗まれたことや今回の宝物の件しかり。特に宝物については。さらに悪いことに、それは彼女だけではないようで、今はちょっとしたブームのようだ。このブームに乗れるようにいろいろ知らないと。けどこのブーム自体うさんくさい。どこかで出版社の大物たちが広告塔の傘のもと、ブームに乗ったやつらを情弱なバカだと、本を買った人を笑ってるに違いない。キリスト様、あなたの声が私にも聞こえ始めてるかもね。カセットがカチッと大きな音を出し、音楽が止まる。私はそれを取り出して彼の古いテープに再び手を伸ばす。マリーナは長い沈黙を破る機会を利用して話しかけてきた。その、あなたは音楽がとても好きなの？ああ、ええ、そうね。私気づいたの。あなたがこの間からずっとこのテープたちを流してたから。彼女はセンターコンソールのテープの一つを手に取り、それをまじまじと見て小指を穴に突き刺す。このタイプの音楽ジャンルが何なのかは知らないんだけどね。ええ、私は何でも聞くつもりだけど、主にジャズフュージョンとオルタナティブカントリーね。年代ごとに気に入ったのを入れてるわ。ふふ、ほとんどは私が小さい時に作ったミックステープなの。いいね、私がわかるのとかありそう？彼女はカセットの穴から穴を覗き、楽しそうな笑顔を見せる。多分、ない。ああ、なら試してみようよ。え？どうして？まだ信頼してもらってないのかな？知ってそうなのはガブリエル・グルトゥ・ウェザーレポート・ドノワン・メッシー。名前を言っていくと、マリーナは知っているかのようなうなずきと、理解してるよと言わんばかりのうなり声を出している。どれも知らないんじゃない？さっぱりわからない。だろうと思った。ごめんね。普段はラジオでいろいろ聞いてるだけなの。私は微笑んでこう言う。大丈夫よ。ハードルが高いってわかってたし。私のおじいちゃんはこれをロードトリップミュージックって呼んでたわ。そっちの方が私もいいなって思うな。あなたも楽しそうだし。あなたはそう思う？彼女は私の頬をそっとつついてくる。私はやめさせようとするが、とにかくマリーナはつついてくる。ええ、じゃなきゃなんて笑ってるの？音楽が私を幸せにしたかは今まで考えたこともないけど、あの人が幸せそうだったからそれで十分。私がカリフォルニアに向かってる理由がそれなの。知ってるでしょ？音楽フェスのこと。本当に？どこで？パームスプリングスからそう遠くないとこ。あ、音楽フェスに向かう途中なんだ。パームスプリングスって、あのパームスプリングス？カリフォルニアに他のパームスクリンブスがあるかは知らないけど、そうだね。毎年数週間開催してるらしいね。
私も卒業する前に初めてコンサートに行ったよ。彼女は窓にもたれかかって前方の道を見つめ、笑顔は薄れていったがまだ笑っていた。楽しかったな。その週末すべてがとても素敵だった。いや、そこまでよくはないでしょう。マリーナは飛び起き私の方を向く。今彼女は無我夢中で私を見つめている。どうしてそんなこと言うの？最高にクールじゃない。待つことだって嫌だし、できるなら全部のバンドを見たいよ。まあまあ落ち着いて。別に大した理由があるわけじゃないの。今のところ私が見たいグループが一つしかないってだけ。そう、彼のお気に入りのグループ。たった一つ？彼はチケットを手にした時とても興奮していた。私が楽しみにしてるのは一つだけ。他のも見るけどね。長いため息をつくとマリーナはゆっくりと席へ戻っていった。彼って誰なんだろうな。ああ、そういうことね。見たいグループだけ見たら帰っちゃうのかと心配しちゃった。何言ってるの？返さなきゃいけないお金について心配する前に、私は少なくとも楽しみたいし。借金？しまった。ああ、なんでもない。彼女は息を荒げる。あなたは借金をしてるの？大学ローンとか？お兄ちゃんはそいつらを工面するのは本当に楽しくないって言ってたよ。そりゃ楽しくないでしょ。快適すぎた。気を許しすぎてしまった。それか。なになになに？警告もなしに私は道路の脇と岩の多い砂の上を曲がる。マリーナは急な揺れで心臓発作を起こしそうになっていた。いや、怖すぎるわ。大丈夫か？マリーナは私に心配そうな視線を向ける。顔はまだ青白かった。どうしたの？大丈夫？私は鼻と肘をつけハンドルに突っ伏す。アンバー？一日中運転してたから少し疲れたのかも。ここはどこ？アルカパーキの少し外れ、そこまで離れてないとこ。今夜ここで寝て、朝一番にシップロックまで行こう。大丈夫か、アンバー？エンジンを切って私は席を離れ、後ろのリビングスペースへ行く。マリーナもついてきた。バスルームの掛け金で閉じてる戸棚を開ける。中にはブランケット、シーツ、枕、学生時代の古い体操着が畳んで積み重ねてある。私はそれらをマリーナに投げ渡す。マリーナはそれらを取ろうとしてこけそうになり、必死にバランスを取る。服についてはごめん。パジャマもないの。あなたはソファーで寝て。折りたたまれてるのを開けばベッドになるから。わかった。じゃあまた明日ね。それで私は特大のベッドに倒れる前に部屋の奥まで行き、軌道を閉めた。暗闇の中でも壁に絵がかかっているのがわかる。昔は風光明なんていうの作品に過ぎなかった。今はただの写真。おじいちゃんとの写真だ。私のお気に入りは音楽博物館の前にいる私たちの写真。具体的にはロックンロールの。当時私は撮るに足らないガキで、頭と同じくらいの大きさのサイン入りのビニールスリーブを持っていた。彼は私のそばにいて、しゃがんで頭を撫でていて、私もできる限りの笑顔を見せていた。歯が欠けてるけど。欠けてるね。かわいいじゃん。ため息をつき、天井の天窓を見る。月明かりが小さく縦に切れ、透けて見える。私がベッドに横になってから、時間は永遠のように感じられた。雲に抱かれているような気分だったのを覚えている。今ではコンクリートのように感じるけど。隣の部屋から小さなきしみ音が聞こえる。マリーナが折りたたみベッドと格闘しているようだ。最後には大きな音が聞こえる。ああ！笑わずにはいられなかった。重いよと彼女に警告すべきだった。部屋が静かになる。
私はベッドが彼女を押しつぶしていないことを願う。幸いなことに、彼女がすぐにカーペットを横切って、バスルームのタイルの上で歩いてる音が聞こえる。その音は私の部屋の前で止まった。ねえ、まだ起きてる？彼女の声は小さく、ささやき声を少し上回っている程度だ。ドアからこもった音がするので、ほとんど聞こえないが。今までに何度もそう言ってきたんだけど、私は本当にそう感じてるの。ありがとう、アンバー。おやすみなさい。私は黙ったままだ。暗闇の中で天井は大きさと寸法が絶えず変化しているように見える。時には大きくなったり、遠ざかったり、近づいたり、小さくなったり。私は視線を落とす。ドアの下の隙間から彼女の影が振り返って去っていくのが見えた。彼女が最初の一歩を踏み出す前に、私の口から言葉が滑り出る。おやすみ。おー、ハイウェイブロッサムズ。え、こっからが本編か？ 序章か、今までは。ほとんどの人は、インディアン遺留地を隠された安らげる場所と想像する。おそらく荒地に活気にあふれた緑と水の流れるオアシスがあると思っているのだろう。間違いなんだけどね。ナバホ遺留地は他の砂漠と同じように砂の海で不毛。面積は22,475マイルで、緑豊かでも楽しいものでもない。私は嫌いってわけじゃないけど。どこまでも続く色あせた道路を進み、遠くの山々に伸びる道路の景色と砂が混ざり合う。すべてのものにリズムがあるみたいに。私の後ろではマリーナはまだ折りたたまれたベッドの上に伸びていて、枕を抱きしめている。枕はベッドから落ちてから長い間毛布の代わりになっている。私の古い体操着は彼女にとって少し小さいようで、ショーツは彼女の太ももの半分までしか届いていない。でもね、私が文句を言われる筋合いはないと思う。もうすぐ私たちは町に足を踏み入れ、シップロックと呼ぶにふさわしい地平線が顔を見せるはず。町自体はこの砂漠の典型なもので、高層ビルのような派手なものはない。砂利の上に立っているたくさんの素朴な小屋がかすれた茶色とベージュ色をしている。私の後ろからふわふわとしたあくびが聞こえてくる。私は彼女の寝起きがどのようなものか気になった。朝。ああ、やっと目が覚めた？彼女はまたあくびをし、ベッドに倒れ込む。多分、朝に弱いんでしょうね。まだこう。わあ、シップロックよ。私は言いかけた言葉を飲み込む。マリーナは私の後ろに急いできて、私の席をつかむ。彼女の目はきらめいていた。おっきい。こんな遠くからでも見えるなんて信じらんない。よく見ると私の服はマリーナに対して小さすぎて、シャツはかわいそうなくらい伸びていた。もちろん全く気にしていないようだけど、どっちが恥ずかしいのかわからなくなってくる。すぐに出発するから服を着るとかしてくれないかな。どうなってんの、下。ああ、確かに。マリーナは後ろへ行き、私がようやくほっと息をつく時間を与えてくれた。私が誤ってバックミラーを見るまでは。キャンピングカーの真ん中でマリーナはパジャマを脱いで普段着に着替えている。まったく、バスルームがすぐそこにあるのに。私は鏡を調整し、できるだけ他のものを見ようと一生懸命努力する。別に女の子同士下着見えたところでね、気にならないでしょう。服を着た後、マリーナは私の横に戻ってきて、助手席に座る。荒れ果てた道は突然終わりを告げ、この炎天下の中でどこからともなく車、RV、バスなど様々な車両が私たちを出迎える。
すべてがひとまとめになって列になり、クラクションの音が鳴り響いていた。何これ？ねえ、これってお宝のせいだと思う？私は頑張って運転に意識を戻す。私はこの車が観光客であることを祈ることしかできないけど、自分がこのデマを面白くするのには十分な愚か者なのは確かね。私たちはすぐに渋滞に巻き込まれ、キャンピングカーがゆっくり前に進む。そして渋滞を抜けたと思ったら、今度は全く新しいモンスターが私たちを待ち受けていた。迫り来る山陰にできているのは、そのようにしか説明できない人混みだった。キャンピングカー、テント、タープ、ブース、とにかく何でもある。混沌とした人々の混乱が、その周囲の人の群れ群れへと広がっていく。私はその光景に身震いする。地獄にでもいるんだろうか。マリーナはこの狂気に畏怖の念を抱いて、顔を窓に押し付けている。わ、私がこんな人だかりを見たのはコンサート以来だと思う。ああ、神様、マリーナはこの騒動から現実逃避するようです。クラクションの聖火隊が後ろから私たちをセレナーデする。言い方よ。私はキャンピングカーを前に引き、最も近い駐車可能なスペースに押し込む。次、車を出すときは苦痛でしかないだろう。何を待ってるの？あのお宝を探しに行こうよ。マリーナは起き上がって車から飛び降りそうになったが、私は彼女の手を掴んで座席に引き戻す。ちょっと待って。彼女が冷静になっていく。ああ、そうだったね。あなたは私をここに連れてくるだけだった。残念だけど、もう少し一緒にいるわ。本当に？彼女は鼻をすすり始める。アンバー、あなたは私にとても親切で、私泣いちゃいそう。我慢して、最初に作戦を立てないと。はーい。マリーナは外の混乱に顔をしかめていると思ったら、いつの間にかいつもの幸福そうなマリーナに戻っていた。私が疑うのを一旦やめたとして、宝物が本物であると仮定した場合、どこから始めればいいんだろう。探すための設備だってないし、場所を確認することから始めた方がいいと思うわ。